皆さんおはようございます。私が磯田康人、70歳ですね。はい、66歳の時にね、外国語大学へ行きまして、英語の勉強を開始しまして、1年目で英検準1級、合格3年目で英検1級にも合格しました。ということで、70になった今、高齢者 YouTuber やってますということでやってるんですよね。はい。で、まあ皆さんと一緒にね、英語力アップということでやっております。でね、今日は何の話ということで、こういう話です。ちょっとまあリクエストなんかもあったことなんですけども、インタビュー記事を、記事といいますかインタビューをやってもらえませんかということで、まあそれをやりたいなと思っております。まあその話をするんですけど、ちょっとその前にお知らせがあります。で、どういうお知らせかといいますと、広告についてなんですよね。ご存知のように私はこれボランティアで作ってますし、社会貢献ということでやってるので、全然お金は取ってないんです。どなたからもね。で、当然コマーシャルも入れておりません。コマーシャル入れると、なんかこの1回につき何本という、そういうコミッションフィーが入るんですけれども、それは一切やっておりませんでした。だけれどもね、それもちょっとできない状況になってきたんですよね。なんでかと言いますと、 YouTube の側が、 YouTube というか Google なんですけどね、もうみんな広告を入れなさいと、こういうことなんですよね。で、私みたいに広告嫌って言ってるのは、もう強制的に入れてしまうという、そういうことができるようになってきたんですよね。というのは、まあ、要するに向こうは売り上げ上げたいということだと、ですよね。つまりこのYouTube っていうのはビジネスモデルってのはどういうことかというと、ちょうど民放のテレビ局と同じなんですよね。一人一人の YouTuber が民放の、放送局で面白い番組をやる代わりに広告載せて、その広告料で稼ぐっていう、それがこの Google のやってるこの YouTube のビジネスモデルなんですよね。ですから逆に私みたいな、要するに コマーシャル入れませんって言ってるのは、もうめったただ飯食うてるやないかということなんですよね。向こうからすると、ただで利用しとるとそろあかんぞということなんですよね。だからちゃんと稼ぎなさい、つまり広告を入れて稼いだら、コミッションを振り上げますさかいっていう、そういうことになってきてますのでね、私としてもいつまでもこう、いや広告嫌ですよということはできない状況がだんだん生まれてきてるんですよ。で、あんまり極端にね、拒否してると強制的に広告つけられたり、あるいは隅の方へ置かれちゃうという恐れがありますのでね、やっぱりこの YouTube っていうのは、 YouTube のプラットフォームを借りてやってる以上、 Google さん の方針に従わないかんわけでして、そういう点で仕方がないので、まあ、私も広告載せるようにするつもりです。で、まあ、来週にはね、広告申請出して、広告の許可取りのやれって言うといてね、むちゃくちゃやねんけど、まあ、以前はね、広告できる条件を満たしたら、条件というのは登録が1000人以上で、視聴回数の総時間が4000時間以上あったら、広告の申請を出せますよと。で、広告申請を出したら、審査して審査 OK でパスしたら広告載せれますよという形だったんですけど、今はね、もう申請したらもうすぐって、だから事実上も審査も何もね、早く出せと、こう申請をほんならすぐ広告つけるからという、そういうようなになってきてるんですよね。だから、仕方がないのでね、私も、まあ、来週には広告申請して、ですから、まあ、いつ頃から広告つくようになるのか分からないんですけれども、広告を入れるようにします。で、まあ、それちょっと不本意なんだけれども、まあね、方針に従うしかないですからね、私ら個人が。その私がやってるんじゃないんだからね、YouTube は。あくまで YouTube を利用させていただいてるだけのことだから、向こうの方針に合わすしかないので、そういうふうにしたいと思っております。ということで、ご理解をお願いいたします。ということです。で、まあまあ、それが1個だよね。で、今の最初の話に戻りまして、インタビューやっていただけませんかっていうのが来てて、一応ね、何人かインタビュー、準備しております。で、まあ一人の方は今日今晩ズームでインタビューやる予定なんですけども、その方はまあ、一応ズーム会議に出てきてる方の中でお願いしてるんですけどね、その方は日本人の方なんですけど、30年前に日本を出て世界各地あちこちを渡り歩いたといいますか、お仕事なさってきて、現在はニュージーランドにお住まいで、ニュージーランドでまあ、結婚されてね、子供さんもいて家族持って、まあ、毎日ニュージーランド英語ですからね、英語でお仕事なさってるという方ですね。はい、そういう方と、コンタクトを取れておりますので、まあ、今晩どうなるか分かりません、インタビューをやるというふうになっててやっております。で、まあね、インタビューの時間多分 1,2 時間ぐらいを想定してるんですけどね。で、まあ、それを後に編集して、
まあね、いっぺんドーンと乗せるわけにいきませんし、長いのでね、どういうふうにするか、まあ、15分とかそれぐらいに切って何本かに分けて、アップしていくというそういう形でいきたいなと思います。まあ、初めての試みなんでね、具体的にどういうふうになっていくか、まあ、手探りでやっていきたいと思います。まあ、どんなものになるんですかね。まあ、皆さんもそういう方、それとあとその次は予定してますので、ね、この方はまあ、ズーム会議のメンバーでもあるんですけれども、ドクターケープと言いまして、名前で あれをやっておられるですね、YouTuber の方なんですよね。どんな YouTube やってんのってことなんですけども、それはあれです、国連、特 A ですね、特 A の、講師の先生をやっておられる方で、まあ、国連特 A って言ったら県1級の上のレベルの試験なんですよね。それの先生をやっておられる方なんですよね。その方もね、今から30年以上前に日本を出られまして、まあ、アメリカの大学出られまして、国連職員でね、国連の試験に合格されて、国連職員を長年やっておられまして、現在オランダにお住まいで、オランダで大学の先生をやっておられる方ですね。そういう方が次のインタビューということで了解ができております。で、それ以外に、ね、これ、まあ、1級目指している方も多いと思われますのでね、今回1級合格された方、ズーム会議の中で2名出ておられますのでね、その方とちょっと定談という形でやって、具体的にどんな勉強してきたの、どういうふうにして合格したので、これからどうするのっていうような話を、やってみたいなと思ってます。まあ、それのを、まあ、連続してブツブツとこうアップしていこうと思ってますんでね。で、皆さんの、まあ、リクエストとか、まあ、リクエストで全てに答えるわけじゃないんだけど、まあ、いろいろなことを感想とかありましたら、コメントの欄へぜひ入れていただきましたらね、またこんなこと聞いてほしいっていうのだったら、そういうのを聞いてみたいと思いますので、まあ、こうご期待という内容に なると、まあ、どんなになるか分かりませんけどね、やっていますので、ということで、まあ、ちょっとそういう違う形も面白いんじゃないかなと思って、やってみたいと思います。まあ、よかったらよかったねってつけていただいて、そういうのつけていただくとまた励みになりますので ね、ぜひ、動画の登録とか、それからメルマガの登録ですね、そういうのやっていただきますと、ズーム会議なんか出てこられて、出てきまして、いろいろな方とこう交流できるというそういう場を設定してますので、ぜひそういうのを利用していただいたら、また勉強の励みになりますしね、これからどういうふうにしていったらいいのっていうようなことも、模索で答えが見つかるかもしれませんのでね、ぜひそういうのをやって、積極的にやってほしいなと思っておりますいうのが今日の動画なんですよね。まあ、どうなりますか楽しみですね。いや、私もどうなるのかなと思ってるんですよね。ということで今日は終わりますので、じゃあまた。